日本埼玉県川越市、区毛戸久重子湖は、埼玉県川越市東南部の大技。旧入間郡区毛戸村。郵便番号は350の0011。川越市の東南部に位置し、西北部を並木、北部を小中井、北東部及び東部を古谷本郷、東南部を茅沼、南部を富士見市東大久保、西南部を渋井。 西部を越城と接している。また、東の瓶沼川西岸の川越東高等学校付近に飛び地があり、北西部を古谷本郷、西部及び南部を茅沼、瓶、沼川越しの東部を埼玉市西区、雪町及び上田谷本村に行ったと接しているが、橋はない。短冊状の水田が広がるが、埼玉県道113号川越に座線の東側に、 住宅地が連なっている。古くは、古や肖像吉野里に属し、区家戸とも書かれた。平安時代の和名類受賞に現れる、入間群群家境を区ゲドに否定されることもあるが、現在の狭山市とする説もある。江戸時代は、畑が多く水田は少なかった。川越城下より、新座軍小町に至る街道がこの地を通っていた。江戸家を通じて、 川越城付の村であった。新編武蔵フード機構では焼数百170件。この時代の商名として、新包み、麺の葉、石井、大の田、蔵の浦、曲目、八半目、五丹田、中華、西馬場,場、中瀬、中瀬七津島が挙げられる。明治時代に入って1889年4月1日の町村政志向に伴い、 イルマ郡並木村連合湖町役区域にあった、久下戸村は、同区域にあった牛湖村、今泉村、南田島村、並木村、渋井村、木の目村及び、越城村連合湖町役区域にあった、越城村及び渋井村と合併し、南古屋村の大技の一つとなった。1876年の人口は879人。1955年4月1日、 南古屋村は高海村、名細村、霞ヶ関村、山田村、古屋村、大東村、福原村と共に、川越市に編入され、訓江戸は川越市の大技の一つとなった。1967年11月1日、東南部の一部を、大技、渋井の飛び地と合わせ、大技か沼が成立した。二千十七年十月一日現在の世帯数と、人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。